結構経ってますけど、あげましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。外枠を撫でるように、そう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 、行こう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 、パスして戻すところからスタート。もうここからこの状態で立っていったらセグンドプラス、まあ、僕らの言葉で言うとここエルボー、エルボーと言います。持ち方うまいよ。いいよ、いけいけいけ、ナイス。痛い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 。いいよ、顔上げて、ナイスボール。ファイヤー、よっしゃー、ここチェーンじゃないとこ来た。作って、そうそうそう、デンさん、デンさん描いて、そう、うまい、うまい、めちゃくちゃうまい、来た。いやー、惜しい。みんなの良さを引き出せなかったというか、まあ、とにかくこう責任を大きく感じているというか、もうただただ誰かがどうこうとか相手がどうこうとか審判どうとかじゃなくて、なんかもうちょっと自分が能力というか、俺がもうちょっとできればあんな結果にはならなかったのかなっていう、まあ、ただそれだけを、あれ以降考えてます。試合で負けて、ね、あと2ヶ月続いたシーズンがなくなってしまったっていうのは、こう実力不足だなって、思うし、今シーズンは最初ブラジル行って、まあ、帰ってきて、その後、まあ、みんなもご存知の通りドットに入社して、まあ、そういう立場でありながら、まあ、フットサルの結果も思うように出せず、まあ、すごい責任を感じています。リーグ戦3連敗したミーティングでチームを引っ張れるような選手になっていきたいっていう話をして、まあだんだんとそういう選手には慣れてきたのかなって思うんですけど、まだまだ足りないかなっていうのと、あとはチームを勝たされる選手になりたいなと思ってます。来シーズンからF リーグに行こうかなと思ってます。続いてる意思はなく、一社会人として頑張っていきたいと考えています。限界値がここにあるんだなっていうのを、ずっと仕事して練習してっていうサイクルの中で、子供のこととか奥さんがどうとかっていうことよりも、なんかこうなかなかうまく全部参加だったりとかっていうことがシーズン後半から難しくなってきて、自分のこう気持ちだったりとか、保つのがなかなか難しかったなっていうところは、子供が生まれてからの4ヶ月間すごい実感していました。で、まあみんなではこう理解していただきながら1ヶ月休んだりとか、いろいろとこう工夫しながらやってきたけど、まあ、ちょっとそこを別に言い訳にしたわけじゃないんだけど、ちょっと子供を理由にまあ、なかなか貢献できてなかったなっていうところがあるので、まあ、ちょっとこれはまだ潤さんに相談してなかったんですけど、ちょっとキャプテンは次の人に譲ろうかなというふうに、またただの一選手としてまた来シーズン頑張れたらと思ってます。はい、以上です。それぞれ頑張れるような、自分が頑張るだけじゃなくてチームメイトが頑張れる環境をそれぞれが作ってあげる。うまくいかないこと、うまくいかなかったタイミング、そこでゆっくり切り替えてる時間がないんだから、もう常に今を受け入れて、その中でやるべきことを 100% やるっていうことね。
以上を持って優勝賞の返還者に終了します。シーンとかがあったので、そこはやっぱり継続して声を出していくことが大事かなと思いました。自分もです。純粋にみんなとリーグ戦1試合戦ってすごい楽しかったなっていうのが正直な一つ目の感想です。楽しいだけで終われない試合も今後たくさん出てくると思うんだけど、みんなが 100% 戦うということが前提にあった中で勝負を楽しみながらやっていければいい結果が出せるんじゃないかなと。もう一回ね、ここでもう一回目標の設定を明確にしよう。俺らの目標は明確にまず2つ、カントリーグを優勝すること、もう一つはカントリーグを優勝して地域チャンピオンズリーグで優勝すること。優勝というところの目標を大きく置いた中でやるべきことを明確にして1回のトレーニングに臨んでいくこと。おいこう覚えるなんてもうレベル1の話であって、そこからさらにクオリティを求めながらやっていかなきゃいけない中で、その先の話ができない状態で俺ら勝てるかで言ったら、さっき言ったトレーニング前に言った明確な目標を達成できるかで言ったらできないよね、はっきり言って。ミスは起こった当たり前なんだけど、レベルの高いミスをしてみんなで共有しながらやっていきたい。でも僕はしプレーを出させないっていうのもあるけど、いいプレーと得意なプレーを出させるというのも一つ。
自分の得意なプレーを出すっていうのも一つ、自分の苦手なプレーを出さないっていうのも一つ、ミスってもいいんで思いっきり前向きのランニングをしっかりかけて、はい、じゃあ行きましょう。下げた時にヒロキの、ヒロキの動きを示す。ヒロキへじゃあ膝が痛いんだけど見てくんない？いいっすよ。ありがとう。どこか？もうちょい上。もうちょっとか。なんかでも筋肉おかしいっす。筋肉？はい。ここ筋肉？いや筋肉でしょ。筋じゃない。筋も筋肉でしょ。あ、それも筋肉か。え？あそこ。あそこ伸ばすの？あの前ほぐすのはね、やっぱ前後からほぐしてくれ。あ、そうなんだ。はい、え、怖っ。え、何したんすか。わかんないんだよ。え、よし。あ、いいね。いいっすか。うん、膝痛い。え、膝痛い。膝痛い。やりましょうか。本当に、いや、新しい靴だもん。ちっちゃいね。いや、結構だいぶ違うよ。新しい靴だもん。今日出る。いや、幹事俺ずっと心配したから全員選手退場だから、宮さん皆さん全員選手退場だから、ちゃんと報告して。でも幹事が来てないことに誰も気づいてない。いやいや、え、言わないといた、今それ言わないといたのに言っちゃった。いや、ちゃんと話せ。あそこで戻せねえメンタルなんだったら、お前のこと俺は絶対に使わない。あそこで間に合わなくても優勢が出てキーパーも1対1になったら、ゴール方向に思いっきり走って、思いっきりスライディングしてネットに突っ込むぐらいいけなかったら、俺はお前のこと絶対使わない。勘違いすんな。そんなんで負けて悔しいって言うか。もうまた負けてへないですよ。この1試合でどれだけ見えてる。この1年また去年と同じ過ち繰り返す。自分たちで掴まないから、自分たちの流れ掴まない。誰かが取ってくれると思う。自分が取ると思う。
行こう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 行になりそうになりましたよ。3点取れたんで、反省します。え、健介を全力で褒めてるわけではもちろんないけど、そのぐらいの気持ちをアテンも雪島も幹事もナオも竹も持ってもらいたい。やっぱ一個振り切る、振り切って行き過ぎたものを、俺だったり、俺が難しかった杉だったり、たくさんだったりがみんながこう抑えるぐらいのテンションでやらないと勝ちは呼び込めない。試合中何回も言ったけど、相手が与えてくれるもんじゃない。流れも勢いも自分たちでつけていくものだよ。自分たちで生み出していくものだよ。そこだけ絶対に忘れないようにね。それと引きずって申し訳ないけど、一心の失点だけはマジで俺は絶対に許せないからな。マジあそこに勝負の神宿ってんだよ、間違いなく。あんなことやってたらスレスレのゲームでは絶対にものにできないよ。これで F リーグのクラブに勝つ、地域チャンピオンズリーグ優勝する、そんなに甘いもんじゃないし、それで勝てるんだったら俺らが目指すべきものとして別に価値がない。正直あの1失点が入った入ってねえじゃなくて、あそこに全力感が感じられないことに俺はもうめちゃくちゃムカつく。本気でやってるかお前、フットサル本気で勝ちてえかお前。あそこで全力出せないで、いつ全力出す。隠れ MVP 俺でハーフタイムこいつクソ説教した後、幹事ってここまで言いかけたんだけど、ワンチャンやるかと思った。だから俺のおかげってことで、あとよろしく。それを察して黙ってたからお前も外されんじゃねえかなってちょっと思ってた。感じもみんなバカみたいに入場した英断だった。ディフェンスの人はキープしているものに対してこうやって追いかけ回してても、相手がちょっと技術が高かったらいつまでたっても取れないんだから、どっかで体ぶつけたらもうこの足の間からとかでもいかないと、持ってこないと。もうずっと追いかけ回しててもずっともう自分でムカつくだけでしょ、こんなもんずっと言ってるけど、もう一生取れなくてムカつくんだったらこの状態でいって本気で取りがないと、相手の足の間からでも足出してとか、この状態で回り込んで外側から取り行くとか。なんで怖いんですか。
ここに取れてない。ここに取ると。はい。行きましょう。さあやってみよう。早かよか。バイ。あ、強いかな。まず椅子の方。石の前と。ここまで来たら、左の方。ブロックして回ってきました。回ってきてパスが速かったら、最初さ4対0になってたんだよね。2点返したの。その時最初と大きく違ったの何か分かるかな。動きが違う。まあそうだね、大きなと動きが違う。そう、ディフェンスの時の全員のテンションが奪いに行くっていう気持ちが全員出てたんだよ、ね、で攻撃の時もやっぱね、走ってる前に走る選手が増えた。それでやっぱね2点決めれたんだよね。これを最初からやれば後半巻き返せると思う。最初からやっていこう。それくらいかな。これからは気持ちだ。あとは負けたくねえっていう気持ちだ。サインお願いします。わからない。あの人出てる。はい。はい、こんにちは。じゃあ今日もやっていきましょう。今日は見ての通りスペシャルゲスト来てくれてます。お名前は何ですか？小沢まさし。だいたい1年前にも会ってるんだけど、何かじゃあ知ってること、まさしについて教えてください。はい、スペインに行ってる。まあね、スペインのチームに行ってるんだけど、その前はあ、そうだね、ゾットのトップチームにいて、まあ、もっと前に遡るとみんなはね、1、2年生だけど、あそこに帰ってるじゃん。3年生だ。そうっす、まあ、3年生の、そうっすね、終わりだ、の終わりくらいからゾットでフットサル始めて、そして、他に覚えてるか、弟がいる。弟がいる、すごいね。すごいね。弟の名前は大沢寛治。おお、すごいね。すごいね。寛治のが知ってるんじゃない、もしかしたら。アンダー20のね、日本代表。そうです。日の丸をつけてプレーしたり。え、フランスと戦ったんでしょ？そうだね、この前フランスと戦ってた。勝ったよ。勝ったよ。2試合しね、何点かあれだけど2試合とも勝った。ラストプレーとかもうキーパーなのに一人からもうね全員抜かしてゴール決めてた。あとパスもパスコースもうまく作れるし。喜んでなかったらゴール入んないよ。何それ、入ってないからみんなが上がってくれればそこにロングパスできる。わかんない。掛け声なんだけど、ボットがね一丸っていう、あのボットのキャッチフレーズなんだけど、一丸一丸って書く、一丸ね。9 9 8 7 6 5 4 3 2 1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 
決断を相手のメンタルにもうどんどん働きかけるような状況。俺らが狙いたいのはこっちで。真ん中にいればいいじゃん。あの逆サイドで。
合ってる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 けど合ってるわ。ナビってよ。まっすぐ。あ、本当に？マジ？いやだ。ジョルディも。焼いたら変わんない。あ、目いった。何その切り方？玉ねぎ2つ？はい。てかさ、みじん切り。玉ねぎさ。みじん切りするの？え、どうしよう。一郎じゃん。あれ、うわ、なんか飛んできたよ、皆さん。はい、マジ。パパとゼロはないんだっていう気持ちでやったけど。あそこに一緒に。ジョンさんに見なくれって早く。食べます、ね。3秒以内に早く。誰も食わないと。いやいや、どうやって入れるわ。あ、向こうで。向こうで。あとパンも、カリッと出てる。あ、うまい。めっちゃ、めっちゃ。あ、誰か、はい。佐藤のご飯。じゃあ、せっかくなんで。ちょっとずつ。食べよ。普段、練習の最後のゲームだったり、点差を争った時に、やっぱり負けると、イトゥの煽りだったり、一心の煽りとかがうざくて、イライラするけど、やっぱりこういった形でみんなで合宿できたりするのは、とってもいいチームだなって思うし、ゾットで良かったなって思える一つだし、で、またいろいろ自分的にも、滋賀で、オーシャンサトに負けて、浜松でもあんな大差で負けて、自分なりに悔しくて何か行動しようと決めて、6月、5月末の6月頭からジムに通い始めました。いいよ、これから頑張ります。次のファイルボックスは個人的に足ザル FC のファンっていうわけじゃないんですけど、一応一人前のファンだよね。ファンだね。はい。お子さんだね。お子さんで、はい、10万人突破ライブとかもちょっと見ちゃってた。じゃあまあ相手にちょっとそれ知られると恥ずかしいところもあるんですけど。言ってか。まあ、ただ俺試合中言っちゃおう。写真撮るのは試合後で、試合中はもうバチバチにやっていくつもりなんで、ジュンさんがやっぱり築き上げてきたものだなって思うのは、ピッチ上とか練習中とか何があっても俺らは絶対にそこで崩れない自信が結構俺はあるし、ジュンさんがそれはすごい作ってきたなっていうところをすごい感じるんで、試合中とかにもちろん口論とかになるわけじゃないけど、求めたりとかしても全然ピッチ終わったら、ボイス入ったら何もないし、むしろ合宿はさらに仲良くなるし、まあ、そういうチーム作りを順さんがしてきた中で俺らがそれをこう受け継いできているかなっていうところはすごい感じるんで、あとはもう成し遂げてない、成し遂げられてないじいちゃん優勝であったりとか、まあ、カントリーグ優勝もね、なんかコロナの感じでちょっとなんか微妙な感じに、もちろん超嬉しかったんだけどなってるんで、しっかりフルシーズン戦った上で優勝したいし、誰かがへこんでるやつとかいたら支えるし、やれてないやつがいたら自分さんじゃなくて俺らから怒っていくし、怒っていくというか持ち上げていくし、まあ、ということでまたここからの時間も寝る人は寝て、楽しむ人は楽しんで、またこの合宿で一つチームが強くなったと言えるような時間をここからも過ごしていきましょう。キャプテンじゃないのにキャプテンっぽくしたと思うんですけど、ユウさんにバトンタッチします。以上です。この2日間のね、合宿の一番いい時間が今かなっていう気が、こういう合宿をやりたいなと思い描いた通りになるという気がしています。この選手がチームして足りてるぞ、
前半終わりから動かす。次が勝負だ。次の方向性勝負。そして、はい。ちょっと。シャえ、はい、俺もう絶対に負けたくないからお前がそんなのもう見過ごすこと全然できない。一人のトレーニングしてんでそんなテンションでやってんの。4人でコミュニケーション取れよ。絶対に攻撃から守備に変わった瞬間に中じゃなかったとしても、プレーが終わったらやっぱコミュニケーションを取ってもらえる。ただ一方でね、俺の中ではあの後のプレーね、あの空気感はすごくある意味で良かった。激しい中でトレーニングをしていくっていうのは絶対に必要なんだけど、お互いがお互いをリスペクトし合いながらやってもらいたいかなって。まあいろんなトレーニングの仕方があるので。まあ、そこはうまくバランスを取りながらやっていこう。終わり。終わりますよ。ありがとうございます。はい、じゃあ長いだな。あれは何ゴール？見て。お前俺の足も蹴った。俺の足蹴ったから。お前が俺の足蹴ったから。じゃあ二人でジャンケン。二人でジャンケン。仲直りして。仲直りじゃんけん。二人でジャンケン。ジャンケンっぽい。やったー。おい。準備！はい！寄せろ！寄せろ！準備！待ってまで待ってたから。お前の能力が違い、本当にそこのところにスイッチが自分の能力が当てたけど、全体の能力をお前がスイッチに持っておけ。このせいで、お前が違い。OK、お疲れ様でした。まさしが来れるトレーニング最後らしいんで。2ヶ月近く、ありがとうございます。今年はなんか本当の意味で強いなというか、なんかいつも勝てるのに負けちゃって、追いつかれちゃったり、勝てそうなのに最後、結局逆転できずとか追いつけずっていう試合があったと思うんですけど、今年はなんだかの逆転だったり、しっかり勝ち切ってる、本当の意味で強いチームなのかなっていうのは、すごい。3試合ですかね、見て思いました。で、今週、多分めちゃくちゃ大事な試合だと思います。頑張ってください。ありがとうございました。
で冷静にこの状態でここからこれは長い距離のパスだからある程度プレスをかける OK。 もう一つ、自己満足じゃないよ、自分のやりたいプレーじゃないよ、試合に勝つために自分がやれることを徹底してやる、自分の特徴をピッチ出す、それはもちろん必要だけど、チームが勝つためにやるべきことを徹底してやってる、絶対この後追い上げてくる、あいつチーフチャンピオン、Yeah!
チームは施設バルボラーラ浦安セブンドームの対戦となります。一方残念ながら敗れました大川施設一方残念ながら敗れました。大川さん今日は勝ったんだけど、そうしよう、そうしよう、確かに。でも次もあるから、そうしよう、劇的に送り出そう。次次よっしゃしよっしゃしよっしゃしよっがオフだったんで、あのアングリッシュ状態で体の疲れもナイスに見えた。いや、え？隅田川の花火大会に警備員。そういうこと。警備員顔じゃねえけど。めちゃくちゃ来た。満席か。まあでも後ろからだけマシだわ。でまた。受けたな。ちょっと考えさせてください。いやでも建築士も頑張りたいですよ。いやどう？大丈夫でしょ。公務員アフリがやりながら撮ってます。すごいすごいもう半端ない。マジで難かった。